上の人のコネで、半端な時期に入ってきた30代の男性が、3日目から無断欠勤だった。コネ元の人が、何度も連絡したのに、音信不通で。そのコネ元の人から、該当社員の親に連絡して、ひとまず休職手続きにしたらしいが、その矢先の逮捕だった。食堂のテレビに、上着をかぶった該当社員と、姓名、年齢がもろに映って、食堂がどよめいた。でも、肩書きは、無職になっていた。元奥さんのところに、刃物を持って押しかけ、刺しての逮捕だった。幸い、元奥さんは死ねなかった。噂によれば、小さい子供がいるらしいから、よかった。時系列としては、離婚。元奥さんにストーカーして暴力。逮捕。釈放。反省の弁を述べ、もう付きまとわない。と約束する。真人間になるという言葉を信じ、コネ元が職を紹介。2日でバックレ、ストーカー再開。刺して逮捕。らしい。前の逮捕は不起訴だったが、刺してしまったので、無事に起訴されたそうだ。そんな奴を会社に斡旋すんだよ。と思ったし、俺以外もみんなそう思ったようで。居づらかったのか、コネ元の人は、早期退職した。最近、その該当社員を SNS で見かけたので、思い出して書いてみた。出所したんやね。